M437mm 機関砲は、ブローニングアームズカンパニーによって設計された、反動利用の 37mm 機関砲である。開発中の故障は T9 としても知られる。コルト社がこの機関砲を量産し、1942年に投入された。この兵器は P-39 エアラコブラ及び P-63 キングコブラに搭載されている。 当初設計では、対抗空気用の兵器だった。この機関砲の方向初速は、秒速610メートルであり、発射率は、毎分150発である。普通、断層には高性能榴弾を相談したが、M80 鉄鋼弾を相談することもできた。M4 機関砲は、断層から球弾され、機関砲上部に配置されたそれの移動機構を介して、遠隔操作できた。 鉄鋼弾の威力は射程460メートルで25.4ミ、mm、リメートル貫通である。この機関砲は大まかにこれらで構成されている。射撃時には砲身、チューブエクステンダー、ロックフレームが交代する。砲身、チューブエクステンダーなどにかかる反動は砲身下部の中体ピストンが処理する。砲身の交代は作動油を充填した中体シリンダーが油圧で制御し、 方針の複座は内部のバネで行う。ロックフレームは球団、廃車や閉鎖機の上下動、撃鉄の作動などを機関部内部での交代と全身の作動に伴って機械的に反復実行する。ロックフレームの反動はバックプレートで処理し、駆動スプリングで射撃位置まで戻す。不動部分は虎にオンブロックと左右側板。 天板、球団機構などである。中体シリンダーは不動の虎にオンブロックに固定されている。機関砲の最初の装填とコッキングは手動で達成される。操縦士が射撃回路を閉じると、それの井戸機構が働いてトリガーを動かし、激震が弾薬を叩いて打ち出す。機関砲はこの発射の反動利用で作動する。 発砲すると方針と薬室とチューブエクステンダーが交代する。その後方の機関部内部のロックフレームは、方針の閉鎖器を下方へとスライドさせて開く。閉鎖器が開かれた後、方針と薬室、チューブエクステンダーは停止する。薬室内部の空薬莢がエキストラクターに引かれて抜き出され、機関砲の下方へと排出される。ロックフレームは、閉鎖器との結合を解いて、 完成で後方へと交代する。これら方針などの反動は、油圧及び、バネで作動する、中体複座装置が吸収する。さらに方針と、薬室、チューブエクステンダーは、中体複座装置のバネの推進力によって前進し、射撃位置に戻る。ロックフレームには、激震内蔵の垂直左線を上下に作動させることで、薬室を閉鎖、または開放する機能がある。 閉鎖機の作動は、ロックフレーム全部、オペレーティングロッド全端に設けられた T 字上ピンを接続し、さらに、オペレーティングロッドのガイドピンが、左右側板の下部に張り出したカムに、受動することで上下動へ変換される。M4 機関砲の場合、弾薬等は、リンクベルトによって保持されており、機関砲の作法から入れられる。機関部内部を前後移動する、ロックフレームに伴い、 球団機構が砲弾をリンクベルトから抜き出し、薬室へと装填する。ロックフレームは最後肩まで交代、機関砲尾部のバックプレートのバッファープランジャーに当たって停止する。バックプレート機構は、裏板内部に二重のバネ構造が内蔵されている。バネ構造の直下にスライド様に稼働する2個の三角形状の金属片が入れられ、この金属板に接続する。 バッファープランジャーが前方へと伸びる。この金属片を介し、バネで保持されたバッファープランジャーが水平に交代してきたロックフレームのエネルギーを垂直方向に吸収する。ロックフレームが後方に下がり、キャリアードグと噛み合った際のキャリアーピンにかかる衝撃が緩和される。球団機構内部にはロックフレームを保持するキャリアードグと キャリアーキャッチャーが内蔵されており、交退してきたロックフレームを保持する。それから、ロックフレームは駆動スプリングによって前方へと力を加えられる。駆動バネ機構はキャリア土偶に噛み合って、ロックフレームを保持する。これは相談される弾薬によって、キャリアーキャッチが旋回運動し、これによってキャリアーを解放するまでである。バネはそれから、ロックフレーム機構を前方に運び、 弾薬を装填し、閉鎖器を押し上げる。もしトリガーが射撃位置で保持されていれば、機関砲は弾装が空になるまで射撃を自動で繰り返す。ライトパターソン基地で展示される M4 機関砲当初設計では、弾薬の供給が5発クリップで行われるか、15発リンクベルトもしくは容量30発の非分離式、エンドレスベルト弾装で行われた。 量産にあたり、この30発相談のエンドレスベルトバージョンが唯一、用いられた。M4 機関砲は、左方向からのみ急断される。30発相談のエンドレスベルト断層には、M6 の故障が与えられた。これは超円形のフレームで構成され、形状から、ホースカラー断層と、あだ名された。このフレームにエンドレスベルトを巻いて、機上を構成した。 P-39Q エアラコブラの兵装収容部。M4 機関砲とホースカラードラム断層が見える。この 37mm 機関砲の低の市内弾道性はパイロットたちから嫌われた。任務のために M4 機関砲を標準搭載した唯一の航空機は P-39 エアラコブラと派生型の P-63 キングコブラのみであった。この機体は 北アフリカと太平洋の戦場において、アメリカ陸軍航空隊と連合国側の航空兵力が使っている。試験機である XP-58 チェーンライトニングは P-38 ライトニングよりも大型で、重武装のバージョンで、機種内の M20 機関銃の代わりに M4 機関砲4門を搭載していた。元々の用途は、 ドイツの BF-110 のように爆撃機編隊を崩すことにあったが、これは後に地上襲撃機へと見直された。射撃時に弾道が垂れ下がることは、アメリカ軍パイロットにとって不慣れであり、4門の M4、機関砲は1門の 75mmM5 砲と2丁の50口径重機関銃に交換された。レストアされた PT-658、2014年10月、 コロンビア側にて撮影。M437mm 機関砲が停止に据えられている。ソロモン諸島での作戦開始時、アメリカ海軍の PT ボートには、関西砲として多数の M437mm 機関砲が装備された。主な目標は夜間に島じまいと物資を下ろす大発動艇である。最初、これらはヘンダーソン飛行場の大破した。 P-39 から外したものを装備し、大発動艇の撃破に成功したために、戦争の最後まで使われた。当初、M4 機関砲は、前線で、しばしば製作されたような、単純な台座式の砲画に据えられ、標準仕様のエンドレスベルト球団が使用された。あと、ボート用装備として改良された、台座式の砲画が,が設計された。 数種類の形状のハンドグリップが使われ、様々な照準機が試された。多数の PT ボートの砲手は、射撃時の垂れ下がる弾道の照準に栄光弾を用いた。1944年初頭、造船所の正式な標準装備に M9 モデル 37mm 機関砲が含まれた。第二次世界大戦中、アメリカ合衆国は、 赤色空軍に M4 機関砲を装備した P-39 エアラコブラ及び P-63 キングコブラを供給した。アメリカはこうしたレンドリース航空機用の M80 鉄鋼弾を供給しなかったが、ソビエトは123万2991発の M54 高性能榴弾を受け取った。東部戦線において、 この M4 機関砲はしばしば地上の難目標に向けられたが、主な用途は空対空戦闘であり、この種の任務に高い効果があった。ソビエトでは P-39 を対戦車用途に用いていない。ソ連パイロットは M4 の信頼性を評価していたが、1秒3発という発射率の低さと容量30発の弾倉の小ささに不満を抱いていた。 P-39 の供与により、プロペラ軸内から発射される大口径機関砲を有効と判断したのか、後にソ連軍は自国の戦闘契約 -9T で 37mm 機関砲をモーターカノン式に搭載している。Wikimedia Commons には M437mm 機関砲に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。